昨日白石市の小学校で校庭にあるネットの支柱が倒れ、男子児童1人が死亡し、1人が重傷となりました。白石市の教育委員会によりますと、昨日午後3時過ぎ、白石市の白石第一小学校で校庭にある防球ネットの木製の支柱が倒れ、6年生の男子児童2人に直撃しました。当時付近では複数の児童が遊んでいて、ネットに寄りかかるなどしているうちに支柱が倒れたということです。学校が消防に通報し、児童らは救急車で搬送されましたが、1人が死亡し、1人は重傷ということです。白石市は今日午後3時から記者会見を開き、詳細を説明することにしています。